近藤中は大韓民国のソウル特別市の元プロ野球選手。右投げ右打ち。野球韓国代表の常連であり、シドニーオリンピック野球韓国代表、北京オリンピック野球韓国代表として出場経験を持つ。2009年1月に韓国代表引退を表明し、第2回 WBC には出場しなかった。高校時代からパワーと正確性を兼備した。 大型打者として鳴らした。高校3年生の時の1993年の秋の一時ドラフトで OB ベアーズの指名を受けたが、本人は高麗大学への進学を選択。大学卒業後、1993年の一時ドラフトでの指名で OB ベアーズに入団した。プロ1年目からサードのレギュラーの座をダッシュして、チームのポストシーズン進出にも大きく貢献。以後 韓国を代表する右の大砲としてのイメージを確立した。当時タイロンウッズ、金刀中、陳昇主で構成された、登山のクリーンアップは、打球団の脅威となっていた。2004年オフには、成績不振などから引退宣言をしたが、すぐに撤回し、翌2005年は故障で、終盤欠場したものの打率、3 2 0 0本類だと復活を果たした。 2006年は、第1回 WBC1 次リーグの対、チャイニーズ台北戦で肩を脱球して、全治3ヶ月の重傷を負い、わずか43試合の出場にとどまった。2007年には119試合に出場し、打率リーグ5位の成績を残した。2004年以降は、シーズン20本塁打を超えたことがなくなり、代わりに柔らかいバッティングができる、中距離打者へと変貌を遂げた。 2007年オフに FA 権を行使。引き止めのために、トサンは4年62億オンという契約提示を行ったが、日本球界移籍を目指す。しかし金は、日本球界移籍の条件として2年4億円という、旅を超える金額を設定。この要求額の前に獲得を表明する NPB 球団は、現れず、韓国野球委員会へ、 身分紹介を行った球団もなかった。これを見たト山も、元メジャーリーガー金吉栄の獲得に全力を注いでいた事情もあって、契約提示を撤回してしまった。年明けの2008年1月6日、ト山からはしごを外された形となった金は、何としてでも日本球界移籍を果たそうと自ら来日し、翌日の7日、金川からの要求で横浜ベイスターズと、 入団交渉を行った。しかし翌8日に、横浜から断られた。10日に金は都産に、日本球界遺跡を断念することを伝え、再契約の交渉に入る。都産は4年50億本を提示するも、来期の日本球界遺跡を希望する金の移行に、合わせて1年契約を結ぶことになり、14日に1年、契約年俸7億本、出来高2億本で契約を締結した。 2008年オフも日本球界への移籍を図ったが、トサンが移籍を認めなかったことで断念。2011年オフ、二度目の FA 権を行使し、再び日本球界への移籍を目指したが、どこからもオファーはなくまたも移籍に失敗。結局トサンと2012年からの3年契約を結び残留した。2012年は足の故障もあり、シーズン後半は、 試合に出場せず、6年ぶりに出場試合数が100を下回った。2013年は、巨高市民などにポジションを奪われさらに出場機会が減少した。2014年は、プロ入り後初めて一軍出場がなく、同年オフに、都山から戦力外通告を受けた。都山対談後は、現役続行を希望していたが、 契約する球団はなく2015年1月現役引退を表明した。センターまで125メートル、両翼まで100メートルと韓国で最大規模の産出野球場で場外ホームランを打った唯一の選手である。長打力だけでなく、正確性にも優れて2003年には、首位打者を獲得した高打者。 重さを感じさせる体格のため膝に故障を抱えており、守備に関しては、守備範囲が狭く失策も多い。応援歌はかつて、京長俊とリアキラー種が使っていたものの流用である。ありがとうございます。